皆さんこんにちは、なるほどおてんです。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきました。はるみちゃんの602ステージ攻略いってみましょう。はるみちゃんピザ屋さんみたいですよ。配達に来てくださいまして、今ストーリー見てましたら、いやーいいですね、ピザ食べたい。あ、これで特殊ジュエル作れる。こうして微妙ですね、オレンジ来てほしい。よし、さあこれで落ちました。あ、でも厄介ですね、このステージ。これで爆弾作って、爆発させて、どんな問題みたいな感じですよね。さあ、赤、黄色、緑、オレンジ。これで縦いきますか。なかなか難しい。おー、すごい。さあ、これでいきましょう。ドカーンで爆発させて、さらに。あー、で、板も壊さないといけないですね。わー、どうしましょう。爆弾作りますか。慣れると結構いいですよね。あ、星が作れた。迷っちゃう。良すぎて。これで一段下げて、爆弾と組み合わせて、はい。ドカーン。おー、すごい。なんということでしょうと。トゥーン、トゥルン、トゥトゥン、トゥルン、トゥトゥン、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 すいません、ナロ君、ちょっと音痴でございます。では、いけそうな感じしますね。なんか、そんな気がするんですよ。特殊ジュエル、首合わせたい。はい。よし、これで爆弾同士。あ、違う違う、こっちこっち。おお、爆発しちゃった。ドン・マイケルですよ。これで、わーって下げて、で、赤。わー、爆弾作りたくなっちゃう。すぐに爆弾作っちゃうんだめです、皆さん。爆弾作ったら。プンプンしておいて。あー、緑。指が。よし。指がってなんかありませんラフテーとかなんかありますよね。沖縄料理でしたっけ、ラフテーって。食べたい。青、緑。これ緑を星とくっつけて全部いけるんで、一度に。爆弾連鎖で。ほら、すごい。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、方はそちらもご覧くださいませ。コメントと高評価もぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。